クレン・デイビッド・ウィーランは、アイルランド共和国ダブリン、クロンドーキン出身のサッカー選手、アイルランド代表。フリートウッドタウン FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。マンチェスターシティ FC で、プロ生活を開始したが、UEFA カップに一度出場したのみに留まると、ベリー FC への期限付き移籍を経て、シェフィールド・ウェンズデ FC へ完全移籍を果たし、 チームは2005年5月にチャンピオンシップに昇格した。2008年1月には移籍金50万ポンドでストークシティ FC と契約し、すぐさまチームはプレミアリーグに昇格した。個人としてはトニー・ピューリース監督の下で地位を確立するのに当初は苦労したが2009年頃に定位置をつかみ、2011年には FA カップ決勝進出に貢献した。なお、 結果は、古巣のマンチェスターシティに0から1で敗れている。ピューリス監督からマーク・ヒューズ監督に交代した2013から14、シーズンもレギュラーであり続けた。マンチェスターシティ2001年に、アイルランドのチェディオーチャード FC から、マンチェスターシティ FC に移籍して、プロ生活を開始する。2003年8月に UEFA カップ2003から 04? の、 トータルネットワークソリューションズ FC 戦において、ボールボスフェルトとの交代でプロ初出場を飾るが、翌月の9月29日には、ディビジョン3のベリー FC へ1ヶ月の期限付き移籍、12月24日に、再びベリーへ期限付き移籍に出され、15試合に出場していた。シェフィールドウェンズデーベリーでのプレーが、シェフィールドウェンズデー FC のクリスターナー監督の目に、止まり、 2004年7月に自由契約で同クラブへ完全移籍をし、8月21日のハダスフィールドタウン FC 戦で初出場を飾る。次のフットボールリーグカップでのウォルソール FC 戦において D.P. コックの決勝点をアシストするプレーをターナー監督に賞賛されると、9月11日にウォルソールとのリーグ戦で初得点を挙げると、加入ほどなくして、 結果を残す順調なスタート切ったが、二十二日にリーグカップでのコベントリーシティ FC 戦で、マット・ミルズへの激しいプレーで、レッドカードによる一発退場処分となった。一年目の二千四から05シーズンは、九月の時点で十四位と一時、低迷し、ターナー監督からマーク・スミス監督代行を経て、ポール・スタロック監督へと交代する事態にあったが、最終的には、プレイオフ圏内の5位で、 レギュラーシーズンを終了。プレーオフでは、ブレントフォード FC を下して、ミレニアムスタジアムでの決勝戦にまで進出し、そして、決勝のハートリプールユナイテッド FC 戦において、ウィーランは勝ち越し点を挙げる活躍で、マン・オブ・ザ・マッチに選出され、チームを昇格に導いた。チャンピオンシップでの開幕となった2005から06、シーズンは、昇格の立役者の活躍から注目され、 また、首相のリーバレンが負傷したことで、二十一歳ながら、スタロック監督に首相に任命されることになったように、周囲の期待は高かったが、チームは降格間近の十九位に終わり、個人としては四十六試合一得点となった。この結果、スタロック監督からパフォーマンスに不満を持たれたことで、ベイドスモール、ケニーランとヨアン・ホリーといった、中盤の選手が強化され、ウィーランは、 構想外扱いとなっていた。しかし、後任に、ブライアン・ローズ監督が就任すると、一転して、能力を買われて、レギュラーに据えられており、リーグ戦で7得点を挙げる活躍等で、クラブの年間最優秀選手賞を受賞し、さらに2006から07シーズン終了後には、契約更新を打診された。2008年1月に、バンディ FC とプリマスアーガイル FC からのオファーを、 クラブ側は拒否していたが、移籍期限最終日にストークシティ FC からの移籍金50万ポンドのオファーを受理した。ストークシティ2008年1月30日に移籍金50万ポンドで、ストークシティ FC と3年半契約で合意する。2月2日のカーリフシティ FC 戦において、82分にママディシディベトの交代で、初出場、9日のウルバーハンプトン、ワンダラーズ FC 戦で、 初先発を飾って以来中盤のレギュラーとして14試合に出場し2位でのプレミアリーグ昇格に貢献した4月7日のクリスタルパレス FC 戦で初得点を挙げているストークシティ FC でのウィーラン2008年8月16日のボルトンワンダラーズ FC 戦においてプレミアリーグでの初先発を飾るしかし開幕戦でのプレーに制裁を書いていたことで その後しばらくは、リザーブチームが主戦場となり、トップチームでは、リーグカップの一試合に出場しかできずにいたことで、2008年12月には、ブリタニアスタジアムから去るとの予測までされた。だが、ウィーラン自身はストークに止まることを願い、実際に移籍することはなく、残留を果たすと、シーズンが進むにつれて、出場機会を増やし、2009年3月1日の、 アストンビラ FC 戦で試合終了間際に同点弾を上げる等でチームにとって重要な選手の一人となり2008から09シーズン終了後の9月15日に新たに4年契約を締結することができた。翌2009から10シーズンは10月24日のトッテナムホットスパー FC 戦でシーズン初にして決勝点を挙げ古巣のマンチェスターシティ戦でも得点する。 2010年2月27日のアーセナル FC 戦において味方 DF ライアンショークロスのタックルで相手 MF のアーロン・ラムジーがシーズン絶望となる大怪我を負う。これを間近に見ていたウィーランは怪我の深刻さをいち早く認識して駆けつけ動揺させないようにサポートしておりその行為はラムジーから感謝された。2011年1月1日のエバートン FC 戦において、ストークでの通算出場数百試合目に到達する。同2010から11シーズンは、先発から外されることが多かったものの、3月に先発復帰を果たしてからは調子を取り戻し、クラブ史上初となる FA カップ決勝戦進出に貢献しており、フルスマンチェスターシティとの決勝戦でも先発を務めた。翌2011から12シーズンは、 昨季後半戦同様にレギュラーとしてプレーし、8月の UEFA ヨーロッパリーグ2011から12での FC トゥーン戦でペナルティーエリア外から得点、11月のブラックバーンローバーアッツ FC 戦で1年半ぶりの得点を挙げた。2012年1月16日に契約延長をした。ストークに加入してからアイルランド代表として初出場を飾った。 ウィーランは3月7日に37試合目に出場したことでゴードンバンクスを抜き同クラブにところ属しながら代表で最も多くプレイした選手となった。2012年夏中盤にチャーリー・アダムとスティーブン・エンゾンジが加入したことから地位を脅かされることが予想されたが定位置を確保してリーグ戦34試合に出場する。 FA カップのマンチェスターシティ戦において、ルーズボールの奪い合いの際に、ハビガルシアの足を両足で踏みつけた格好になり、怪我をさせてしまい、激しいプレーに加え、主審がファールを取られなかったことで議論を呼んだ。2013年5月18日、同僚系ワイン・ジョーンズのロッカーに、豚の頭が入れられるいたずらが発生し、進行に関わる問題も手伝い、怒りの報復行為に出たジョーンズから、 自身の車のフロントガラスを破壊された。だが、この件にウィーランが関与していないことが判明し、ジョーンズから謝罪された。2013から14シーズンに、ピューリス監督からマーク・ヒューズ監督交代に伴い、攻撃的なプレーを望まれたことで、プレイスタイルの変化を誓って、スタートを切ると、アダムやエンゾンジの他に、ウィルソン・パラシオス、 スティーブン・アイルランドとの定位置争いが待っていたが、すぐさま定位置を確保しており、シーズン前に臨んだ、得点力が増加させることは叶わなかったにもかかわらず、その後もシーズンを通して、中盤路用として36試合に出場して9位で、シーズンを終えることに貢献。シーズン終了後にウィーランは、最高だったと自身の出来を振り返った。翌2014から15シーズンも、 昨期の好調を続けたかったが、2014年10月に代表での活動中に足を骨折したことで離脱となり、12月までの約2ヶ月時間を要し、復帰後は離脱中に自身の穴を埋めたジェフ・キャメロン、スティーブ・シドウェルとの定位置争いが待っていた。2015年1月29日に契約を2年延長した。2月には首相のショークロスが負傷したことに伴って、 首相を務めていたが、FA カップのブラックバーン戦で大敗すると、試合後にロッカールームで、チームメイトとの言い,い争いになった。アストンビラ2017年7月20日、アストンビラ FC に2年契約で移籍。ハートオブミドロシアン2019年8月14日、ハートオブミドロシアン FC に1年契約で移籍。フリートウッドタウン2020年1月24日、 シーズン終了までの契約でフリートウッドタウン FC に移籍した。アイルランド代表としては、まず2000年10月に年代別の U-16 代表で UEFAU-16 欧州選手権2001予選に出場し、その後 U-20 及び U-21 では首相としてチームを率い、2003FIFA ワールドユース選手権でプレーすると、 14試合に出場。2007年11月20日のスコットランド戦で B 代表としてプレーした後、2008年5月のセルビア戦で A 代表初出場を飾った。以来、序盤にトラパットを2監督体制下で定位置を確保し、9月6日のジョージア戦で初得点。2009年10月10日のイタリア戦で20ヤードの距離から代表に得点を挙げた。 大きな論争となった 2010FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のフランス戦に出場していたウィーランは誤神による 2010FIFA ワールドカップ出場を逃す悲劇を味わったが2011年11月15日には UEFA ユーロ2012予選プレイオフではエストニアを下しチームの10年ぶりの国際大会となる UEFA ユーロ2012出場権獲得に貢献 本大会にもメンバー入りを果たした。2013年8月14日のウェールズ戦で代表通算50試合に到達。9月の 2014FIFA ワールドカップヨーロッパ予選でのスウェーデン戦において制裁を欠いたパフォーマンスをアーティの評論家であり、元アイルランド代表のイーモン・ダンフィーから通列な批判をされた。リバプール FC のサポーターとして育つもアイドルはポール・マグラー。 また、故郷のセントパトリックスアスレティック FC のファンでもあり、ポールオスマンが自身のサッカー人生に大きな影響を与えたとしている。出展、出展、代表での得点、ありがとうございます。